日々お伝えしているニュースや話題の中から一つのテーマに絞って専門家や当事者に話を聞く週替わりの特集コーナー、ウィークリークローズアップ。なぜかいろいろとうまくいかない。そんな人のための処方箋人生に経営の視点を取り入れると世界の見方がガラリと変わるんだとか。東大初の経営学博士に人生がうまくいく思考法を伝授していただきます。 慶応義塾大学小学部准教授で世界は経営でできているの著者、岩尾俊平さんです。岩尾さん、おはようございます。おはようございます。今日は今話題の世界は経営でできているというこの本についてご本人にたっぷりお話を伺っていきたいなと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。岩尾さん、佐賀県ご出身なんですよねそうですね。佐賀県有田町っていう焼き物の町出身ですね。はあ。 佐賀の方には今はもう帰られてないんですかねそうですね。あの、大体4、5年に1回ぐらい帰る感じですけれど、最近、あの、佐賀までなかなか帰れないんですけど、この間、福岡に仕事で帰ったら、台風であの飛行機が飛ばなくてですね、ええ、それでなんか終電でギリギリ今走れば、ええ、佐賀に帰れるって,ってなったんで,<う>で、ホテルも取れないと。空港に泊まるか、ホテル近く取るかってなったんで、ええ、それで終電で、 なんか何年かぶりに帰りましたね。<ー>佐賀県有田町に。まあでもそれも本当急遽って言った感じですね。そうですね,ね。今回出版した世界は経営でできているというこの本ですけども、この経営っていうのは岩尾さんはこれどういう言葉として捉えてるんでしょうか。こうちょっと突然やっぱり学者が難しいこと言い出したみたいになる可能性があるんですけれども、はい、この後あのまた。 まあ、あの、わかりやすい話戻るんで、一回難しく言うとですね、私がやってる経営っていうのは、価値創造という究極の目的を目指して、その目的を妨げる様々な対立を解消していくことだと、ちょっと難しめに定義してまして、一言で言えば、目の前の相手かまあ、だんだんその目の前の相手の範囲が広くなりますけど、を幸せにすることを通じて、しっかり自分も幸せになると。 まあこれがまあ経営だと、これが価値創造で経営だと。というか、実はこれが昔からずっと経営だと言われてきてたのが、こ、ええ、の50年ぐらい、これではないものですね、うまく金をかすめ取ることが経営だというふうに誤解されてきたっていうのが私の考えなんですね、はあはあ、本来、目の前の相手を幸せにして、そして自らも幸せになっていくっていうのがあるべき経営っていうことですね。すねはい、まさにそうででなので私は 経営っていうのをこう企業とか金儲けっていうふうに考えるんじゃなくて、だってそもそもの家庭経営学科とかありますしね。あの、家政経営学科かな。家庭経営とかですね。病院経営とか学校経営。この辺はもともと言うんですけど、こういうですね、あの、本当は人生経営という考えがあるべきだと。すべての、人生のすべての場面が相手を幸せにしながら、ちゃんと自分も幸せになるという価値創造を通じて、 世の中を良くくしていくっていいっうですね、うん、まあこの意味での経営はどこにでもあるというふうにこう思ってるって感じですね。だからその中のごく一部が企業経営っていう感じですね。この本の中ではイントロダクションでこう注文した時のこう飲食店でのエピソードっていうのが一つ例に挙げられてますよね。これがだからら聞いてらっしゃる方でですねな、ええ、なんでそんそ 飲食店の注文の話が経営なのって感じですけど、はい、これってすごく多くて、どういうことかっていうと、えー、あの、要するに、今の意味での経営ですね。はい、まあ、私はあの、日本語の経営の意味を、うん、今私が言ったような価値創造っていう意味に変えないと、みんな不幸になると、思ってるんで、<う>経営っていう言葉にこだわってますけど、えー、しっくりこないって場合は、まあ、一旦マネジメントというですね、英語のカタカナに書、えー、えてもいいですけど、これだとセルフマネジメントとかいっぱいありますんで、えー アンガーマネジメントとかですね、怒りを抑えるとか。うん、で、これ何かっていうと、例えば、飲食店で料理が出てくるの遅いと。はい。そしたら、で、僕はあの、怒んないんですけど、えー、もう慣れてるんで、えー、結構その飲食店を観察してますと、怒る人がいるんですね。つまりその、うん、君出てくるの料理出てくの遅いよとか言って、えー、ウェイターさんとかウェイトレスさんにそういうことを言うと。はい。そしたら、そのウェイターの人は、ムッとしてですね、ガチャンとこう、料理を置いて帰るてもうこれも結構、どこでもあるし、自分がやっちゃったってことも、 がある人も多いかもしれませんけど、ええ、大体ですね、そうされたら、いや、料理遅かったのになんでこんな態度も悪いんだよ、こうやってイライラしてるっていう人がいるわけですね。はい。で、これがまたですね、有名だ、私が観察したときは、ええあの、有名な企業の、あの、役員の人だったんで、<ー> <laughs> これはマネージューできてないぞと。ええ、なぜかというと、怒るべきところじゃないところに怒ってるからだと。ウェイターさんは、よく見たらわかりますけども、ええ、あの、出てきた料理をすぐ持ってきてるんで、大体。はい。はい、しかもその、 料理こぼれないようにしようとか、ええ、まあそういう、こう、まあ、すごい注意を要するですね、あの肩の凝るようなゲートをこなしながら、ああ料理運んできてるのに、本当に料理遅いのはキッチンで、ええ、私だって何度もキッチンにもっと早くしてくださいとお客さん待ってますって、えっ、ー、と、文句を言ってたのに、ええ、その、それなのに、私だって被害者なのに私に文句言われてもっていうですね。はぁ、あ。で、こういう風になるから怒るわけですね、そのウェイターさんもムッとするわけですね。ええ、で、怒ってる方も料理があ来なくて怒るっていうのは、ええ もっとその提供を早くしてほしいか、あるいは、まあその自分の不満をぶつけたいというわけでしょうけど、うん、ぶつける場所を間違っていると。どっちの意味でも間違っていると。<ー>本当はキッチンの人に遅いよっていうか、うん、あるいはその別に怒りをぶつけたいんじゃなくて、料理が出てくるスピードを早くしたいんだったら、実際には無理でしょうけど、もっとですね、スピードが早くなる調理法を教えなきゃいけないとかですね。まあそういうふうになるわけなのに、意味のないところに意味のない不満をぶつけて、相手からも怒りを買って、それで自分の評価も下がってっていうふうになると。うん、で、もう一つ、 最近ですね、はい、この例えを JR ですね、の研修でちょっと私が話して、えー、その場でパッとあ、別の例に変えようと、JR だとこれですかねって言ったら、もうあの500人ぐらいいた人がみんな、もうものすごい頷いて、そうです、そうですって言ってたんで、これが何かというと、と <laughs> JR で働いてる人は、誰しも経験があるらしいんですけど、えー、電車が遅れたって言って、えー こう駅員に胸ぐらをつかむぐらいの感じでなんで遅れてんだよみたいな今すぐ早く動かせとかっていう人はいるらしいんですよ。はいはい。でもその人って、ええ、そ動かせとか言って駅員の中でですね時短だなって、ええ、あの一歩たりとも目的地に近づいてないんですよね。はい。それだったらとっととタクシーでも拾うか、ええ、まあ自転車借りるかして。 あの、目的地に向かってもすぐ次の手を打った方がよっぽどいいわけですけど、だって目の前にいる車掌さんに怒ったって、事故が起こってるのは機材のトラブルあるいは天候が悪いんであって、車掌に言ったって何も変わらないわけですね。それどころか今の時代は多分動画とか撮られてなんかやばいやつおったとか言って SNS とかですね、YouTube とかに上げられたりするわけですね。だから目的地に早く着かなきゃいけないという目的は、 その車掌に文句を言うことで、ええ、むしろその目的からどんどん遠ざかる、えー。しかもその新たなリスクを、例えばその SNS で晒されるとかそういうリスクをしょっちゃってると。ええ、だったら、本当はですね、その、ええ、まあタクシー乗ってすぐっと目的地に近づこうとする。プラス、それでも遅れるっていうんだったら、まず相手に連絡ですよね。関係者連絡。うん、そして、ズームとかですね。ええ、今だったら、ウェブ会議システムあるわけですから、はい、そういうのでまずつないでおいて、あでもあの電車と止まっちゃいましたけど、今送ってますからっていうと、 うん、むしろこれ、この対応力と土量の広さと、うん、あの誠実さですよね、はい、でむしろ、まあ、営業にこれから行くってうんだったら、営業先からの信頼が上がるかもしれないですね、ええ、こういうように適切な手をですね取り続ければ、むしろ自分の評価、ええ、その悪いことがあったとしても上がるっていうですね。なるほど 確かに言われてみたらそうですよね自分の一時の感情に任せてしまうと不条理なことを生んだり不合理になってしまったりっていうことがあるかと思うんですがきちんと客観的に物事を捉えることができると最善の手をそこで打てるし相手もも自分も幸せになるっていうことですよねまさにそうですね。はあ 明日以降ですねこの本にはいろんなジャンルについてのその経営目線をであの綴られておりますのでたっぷり伺っていきたいと思いますが明日は家庭は経営でできているこの点についてちょっとお話を伺いたいと思いますので明日もよろしくお願いします今日はありがとうございましたありがとうございましたこの時間は慶應義塾大学小学部准教授で「世界は経営でできている」の著者岩尾俊平さんにお話を伺いましたリンクの海月ラナと大空リ子です RKB ラジオでお送りしているガールズパンチ、今夜もあなたにリンクリックをポッドキャストでもお楽しみいただけます。アップル、Spotify、Amazon ミュージック、Google ポッドキャストなどで今夜もあなたにリンクリックと検索してフォローをお願いします。ポッドキャストもリンクリック。